札幌の中島公園のそばで地上14階建ての複合ビルの建設が進んでいます。道内初進出の外資系高級ホテルも入るという再開発プロジェクトの狙いとは。札幌市中央区南十条西1丁目に建てられる新しいビルは地上14階建て、9階から14階がホテルで、道内初進出となるイギリスの名門ホテルブランドインターコンチネンタルホテルが入ります。1階から3階は商業施設、4階から8階は賃貸オフィス層です。中島公園の東側、複合ビルの建設現場に来ています。こちらは8階でオフィス層の最上階になる予定です。東側には豊平川が見えていて非常に景色がいいです。地下鉄の駅からも中島公園からも近いので、オフィスとしてもホテルとしても恵まれた立地です。プロジェクトを進めるアクサ生命保険は今日、ビルの愛称を札幌市の木にちなみライラックスクエアとすることを発表しました。脱炭素社会を目指す GX への投資や人材が集まる国際金融都市を目指す札幌市も進出を歓迎しています。札幌ドーム6個分にあたる約30万平方メートルのオフィス床が供給をされると、企業進出、企業誘致の取り組みを進めていきたいと。感染症や災害のリスクを分散させようと、道内に本社機能を移す国内企業も増えています。新しいビルは2週間分の水や電力が賄える災害拠点としての機能を備えていて、札幌への企業進出の受け皿として期待されています。一方、2030年度末が目標だった北海道新幹線の札幌開業が延期されたことの影響は、どっちかというと千歳空港からの中心にしたこう全国展開という方がメインになるかなというふうに思いますので、新幹線の遅れの影響がすごく大きいかというと、そこはそうでもないかなというふうに考えています。今日からテナントの募集が始まったライラックスクエアは来年6月に完成する予定です。